ハロー皆さん、どうも。今回はですね、スマブラ SP 更新データバージョン 1.2.0 が配信開始、乱闘形式が反映されやすくなる神アップで、挑戦者の難易度も調整される、13名のファイターにも調整が入ります。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル更新データバージョン 1.2.0 の配信が先ほど開始されました。更新内容、優先ルールで設定した乱闘形式が反映されやすくなる、専用部屋での同期通信安定度向上、挑戦者の難易度調整、ゲームバランスの調整、一部キャラクターの調整、調整対象のファイターは下記13名、ドンキーコング、リンク、カービィ、ルイージ、アイスクライマー、子供リンク、ピクミン&オリマー、トゥーンリンク、村人、月光河、パックマン、ダックハント、シズエ。個人的に一番嬉しいのは、希望した乱闘形式が反映されやすくなることですね。マッチングについてかなり愚痴っていたので、それが修正されるのは非常にありがたい。30戦中16戦しか希望のルールが通っていませんでしたから。他、挑戦者の難易度調整も全キャラ解放が終わっていないユーザーにとっては嬉しい要素でしょう。簡単になったのか難しくなったかは記載されていませんが、間違いなくイージー化でしょう。ネットで批判が噴出していましたし。ということで、今回の更新は神アップデと言えますね。ただし、優先ルールは確約されるものではない。ストック乱闘という欠陥ルールをやらされるのはもう勘弁だぜ。以上で、スマブラ SP 更新データバージョン 1.2.0 が配信開始、乱闘形式が反映されやすくなる神アップで、挑戦者の難易度も調整される、13名のファイターにも調整が入ります、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル更新データバージョン 1.2.0 の配信が先ほど開始されましたので、そのご紹介を終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。